めっちゃもふもふ。すごい綺麗だね、雪虫ちゃん。あれ喜んで食いそう。あ、飛ぶかな。おお。丸肌ぼちょうかもくもくしてるかも。すごい綺麗。おお。綺麗な、こんなまじまじ見たの初めてかも。おお、すげえ綺麗。ということでね、部屋に戻ってきたので、サスケ、雪虫ちゃんをね、アリさんに、いるね。雪虫食えるからテンション上がってるんだ。ここまだ連結はね、してないんだよね、ここ。こっちまだ完全に乾いてないから、今蓋閉めてるけど、ちょっと撮影しにくくて。今ね、乾燥中だからさ、これ。前に作った、この貝殻、ホタテドームがあるところね、このホタテドーム。ここに、繋いで、このぶち込みゾーンのこっち側に餌場をつけて、連結は完了と、とりあえずは。うん。そんな感じで。だ下の器もね、これも変えなきゃいけないんだよね。新しい器。ちょっとここ狭くなっちゃったから、連結したらね。で、今はとりあえずこっちをね、使ってるんだけれども、もう汚れてきちゃってるな。こっちにね、移動、引っ越ししてくれたら、こっちに餌場をつけたいっていうふうに思ってたんだけどさ、なかなかもう、つうか、3ヶ月ぐらいかな、もう、経つよね。引っ越ししてくんなくて。もうずっとこう汚ねえとこが好きなんだと思う。いやー、しかし増えたね。めちゃめちゃ増えた。もうお腹パンパンだもんね。まだなんか透き通って卵みたいななんか見えるような気がするよね、お腹ね。まだまだ産むんかな。みんなお腹パンパン。すげえ。節と節が離れてさ、白い線が入ってるもんね、このお腹のとこね、腹部ね。すごいなぁ。育ってくれて嬉しいわ。で、今、早速ね、取ってきた雪虫ちゃんをここにセッティングして、食べてもらおうと。いやー、いいね。雪虫だぞ。初雪虫だよな。お前ら。さっきっていうかもう、最近生まれたばっかだからね、子供たちみんな。この上一匹から、この頃に始まっているので。おー、あ、でも、あれだな。もう卵とかは、幼虫とかも、あ、あるあるある。あれ幼虫だね。まだいるわ。あ、いる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 。幼虫いるわ。幼虫、おお、いるいる。このね、幼虫たちが虫をね、食べるからさ、肉、餌を食べるから、この大人たちは蜜をね、食べるんだけど、この幼虫たちが、その幼虫以外にあげても意味ないなと思ったんだけど、ちゃんといるね。大丈夫だ。それでは、入れましょうか。こっちちなみにね、まだ連結してないね、新しく作った巣なんだけど、これは、二連結、ちゃんとね、ここね、あ、こう、グルーがね、止めてね、二股にして、こっちに連結しようかという、それは別動画で撮ろうと思うんだけど、こっち胸赤オオアリちゃんの巣なんでね、胸赤オオアリちゃんの巣めちゃめちゃ増えたわ。もう何匹いるか分かんないぐらい増えた。めっちゃ増えて、で、こっちにね、連結しようと思ってて、それはまだね、この別の動画で、これまだ乾いてないので、ね、新しく作った巣。で、ちょうどいい感じで半殺し状態かな。まあ反撃されることはないと思うけど、元気だとね、飛んで逃げちゃうかもしれないから、ちょうどいい感じになってるな。生殺しっていうかね、餌食ですよ。で、これをアリたちに食べてもらうということで、ちょっとピンセットで、もう本当、これマジ、1万匹ぐらい飛んでない、この時期。あ、でもなんか一年中いるみたいだよね。だからこの虫はね、一年中いるみたいなんだけど、この季節にこう白く塗るらしいんだよね。すっごいいるよね、もう。自転車乗ってたら口の中入ってきてさ、鼻の中に入ってきて、口の中でカッてやって出た時にはもう綿が取れてるっていうね。なんか普通の灰みたいになってるっていうその事件が。めっちゃめちゃ鼻の中入ってくるんだよね。で、口から出すと綿が取れてるんだよね、面白いことにね。で、この、ね、生き餌を、餌食を、まあちょっとかわいそうだけどな、雪虫ちゃんも、このアリちゃんに、食べてもらうと、まあ、正確にはアリちゃんの幼虫たちでね食べていただくということで、たくさん食べて元気に大人になってくれよ幼虫たちよ。あ、いたいた。あ、よく見たらめっちゃあるわ。おお、色と一体化しててあんま見えなかったけど、かなりあるね。まだこんなんじゃ足りんな。もっと10匹ぐらい持ってくればよかった。雪虫ちゃん、いや、めっちゃ飛んでたから捕まえようと思えばいけたんだよね。一匹でやめちゃったけど、
まあいっか、いやとりあえず早くね、ちょアリちゃんにちょっとかわいそうな気もするかな。まあ肉餌っていうのは重要なんだよね、アリ飼育において。幼虫たちの餌だからさ。で死んでからだいぶ経ったやつとかはまあそれでもいいらしいんだけど、やっぱ生きてる、まあ半殺しの餌が一番いいらしいんだよね。まあ死んですぐの餌っていうか、それが一番いいらしいんだけど、とりあえずねこのコオロギとか半殺しにしていつも入れてんだよね。頭潰したりとかしてブチッてして、まあ、反撃されないようにね、アリちゃんたちがね。カマキリはそのままあげてる、唯一カマキリだけかな。カマキリはもう強すぎる、もう完全なる捕食者だからやられることもないしね。あ、餌だぞ、餌があるぞ、雪虫ごめんな、俺の可愛いアリたちの餌になってくれ雪虫よ。雪虫ってマジハエみたいだよね、ここ見るとね。ほんとチャリ乗ってるとね、めちゃめちゃ入ってくるんだよね。口の中、鼻の中、目の中にうわーって入ってきて、で、ハッて鼻の中に入ってる、ね、口が出したらね、なぜか綿ないんだよね。あれお前普通のハムシになってるじゃねえかみたいな。幼虫のままね、あの冬越す子もいるらしい。幼虫のまま冬を越して次暖かくなったらこうサナギになって大人になるっていう子たちもいるみたいで、まだちっちゃいワーカーしか生まれてないからね、メジャーワーカーっていうでかいのがね生まれてくるはずなんだ、そのうち。うわ、お母さんだ、お母さん、でかいな、お母さん、すげえ、キメラアントだな、マジでかっこいいよね。あ、気持ちいい、あれはかっこいいし、かわいいし、最高の飼うのも簡単だしね。あとね、巣を作るっていう楽しみがあるね。アリさんたちの巣をこう自分の手でさ作ってあげられるっていうのは本当楽しいね。こういう風にこれ胸垢オオアリちゃん用に作ったんだけどね、胸垢オオアリちゃんなんかね腐った木の中にね巣を作るんだって。だから今回あの実験的にこのね木をね、植物をね、バークチップをね、まあ、カビたらすぐ取り外すけど、なんかカビそうな予感がするんで、でもちょっと試しにやってみて作ってみたんだよね。カビなかったらこのままあの木が好きだから、まあ好きだからつが好きそうだから、でこっちは普通の巣で石膏のね、まあ、こっちねかっこいいんだけど、見た目水分がすぐね、湿気がすぐなくなるんだよね。だからここ一応タンクあるんだけど、タンクすぐ蒸発してなくなるからさ、全部に入れたとしても、だいつも濡れてる場所をねセッティングしてあげようと思って、ここの穴からこうチューブをか通してね、こう、うん、1リット2連結で入れてあげようかなと思ってて作ったんだよね。でまだ乾燥中だから、あっちも完全に乾かしてから、俺前さ、掘られたじゃん、石膏。あれね、おそらく、完全に乾く前にアリ入れたからだと思うんだよな。いや、自分では完全に乾いてると思ったの。カチカチだったし、でも4日、5日ぐらいしかね、乾かしてなかったんだよね。で、よくよくサイト見てみたら、1週間ぐらい乾かした方がいいって書いてあって、まあ、たかが2日、3日の違いなんだけど、多分生乾きだったんじゃないかなと思って。だから掘られたのかなって思ってる。だ今回はもう1週間がっつり乾かしてから絶対に掘られないよ。ちょ、来たぞ来たぞ、援軍が、援軍来たぞみんな。これもういけるんじゃねえか。なんか休んじゃってんなこいつ、兄弟姉妹か、まあ兄弟でいいか、姉妹兄弟仲良く、なんかお尻かじってない、何やったんじゃ。うわ牙すげえ、これ何やってんだろう。なんかお尻のゴミ取ってあげてんのかな。牙がすごい、これはなんだ、毛づくろいみたいなブルーミングみたいな感じかな、これ。なんかよく分からん、初めて見たこんな行動。まあでも体のお掃除だろうねきっとね。お掃除始めちゃったよもう。こういうなんか自分の作った巣の、ね、中でこう観察するの楽しいよね。え、待って、めっちゃかじってない？ちょっと待って、大丈夫？何やってんだろう。
え、君大丈夫？今がっつりかじられてなかった。あ、でも大丈夫そうだな。まあ、兄弟だからね。まあ、喧嘩する。まあ、兄弟喧嘩もすんのかな。え、なんかこれ攻撃してない？これ。ほら。こいつ何やったんじゃん。なんかガチで噛んでるみたいなのが見えるけど。ほら。連れてこれた、連れてこれた。え？これどういうことなのこれ。ちょっと待って、これ。これどういうこと？なんで？なんで、え、ちょっとな、何やってんだこいつら。え、こんな行動初めて見たんだけど、アリがアリを運んどる。同じ巣の。ちょっと待って、何これ、雪虫どこじゃなくなってきたぞ。おい、え、兄弟喧嘩これ。え、これ雪虫どこじゃなくなってきてんだけど、なんで兄弟同士で、姉妹同士で殺しちゃってんのこいつら。え、連れてかれた。え、この子らどうするんだ。え、何この謎の行動。ちょっと待って、意味が分からん。ちょっと邪魔邪魔見えない。お母さん、ちょっとこいつ何やってんの。あと何意味分かんない。なんでアリがアリを攻撃してんの、同じ数内の。どうなっとる。あれは同じね、あの匂いというかフェロモンでね、フェロモンでね匂いでね、あの仲間を識別するみたいなね。だから同じ匂いしてるはずなんだけど、この子もだから敵と認識されないはずが、同じ巣内で住んでる。でなんでこの子、ちょっと待って、貴重なワーカー一匹、これ死ぬんじゃねえのこれ、もしかして。お前ら止めろって。え、何やってんのこいつ、マジでこのバカ。一匹死ん、え、死んじゃってないこれ。どういうことじゃ。これ雪虫の子じゃないぞこれ。雪虫をく、待って、雪虫入れて狂ったんかな、もしかして、雪虫の毒になんかやられて。でも雪虫に毒あるなんて聞いたことないぞ俺。どういうことは。他の子たちもう攻撃すんのか。話してあげた。話してあげたけど、瀕死になっとるじゃん、もう。いやいやいや、意味わかんないんだけど、これどういうことですか。もう、アリの観察始めて、半年以上経つか。あ、まだ、あ、そうだね、半年ぐらいか。初めて見たんだけど、こんな行動。おい、死ぬな、お前。あの野郎。このバカ。どこ行った？こいつ。お前、何しとんねん、お前。一仕事終わったぜ、みたいな感じで。え？解体されんの？あの子もして、餌として。
母さん何してんの、何、え、お母さん何してんの、お母さん、ちょっと待って意味が分かんねえ、同じ巣のアリだよこれ、なんでいけるみんなに攻撃されてんの、ちょっと、え、みんなにやられてないこれもう、これ淘汰ってやつかな、自然淘汰っていうか、え、淘汰されたんかこれ、え、これ雪虫のせい、もしかして雪虫入れたせいでなんか狂ったんかな、あれ、え、でもそれだったらみんなでこう、え、なんでこのアリだけやられたの、お母さんも攻撃してる、攻撃っつうか、これ誰かこの行動の意味わかる、誰か、ちょっと俺あとでググってみるわ、謎の行動なんだけど、なんでアリがアリをやるわけ、今ググってみたんだけどさ、まあその間にちょっとなんか動いてるな、アリに触られたのかな、ひっくり返ってる、なんかトモ食いやっぱアリもするらしいね、これトモ食いかも、でも生き餌も十分にあげてて、密輸さんもあげてて、しかもさっきいきなりで普通に出てきたアリを、とことこ出てきたアリをいきなり攻撃、目の前で、しかもこっち食わないでなんでアリ食うの、これトモ食いじゃないよな多分、だとしたらなんだ、アリがアリ殺した、同じ巣内の、なんでアリがアリ殺すの、トモ食いじゃないと思う多分、餌十分、肉餌あげてるしね、三つ餌食べて、これ食わないし、最優先でこっち食うでしょ、雪虫、雪虫毒ないもん、今調べたら雪虫毒あったのかなと思って、なんでお前雪虫攻撃しないの、雪虫いるぞここに、ちょっと待って、どういうことだ、謎すぎる、めっちゃ謎すぎるんだが、一匹減っちゃったじゃん、貴重なワーカーが、ほらあそこ死んじゃったもん確実に、最初毛づくろいかなんかのね、そういう行動かと思ったらがっつり噛んで運びやがった、いきなり、どういうことなんだ、マジか、やめろよお前ら、せっかくの兄弟じゃないか、なんでだ、マジで謎なんだけど、雪虫は食わないし、いまだに。その後もしばらくね、観察してるんだけど、全然スルー。もしかしたらアブラムシだからさ、この子。まあ、アブラムシの仲間だからさ、アリ仲間だと思ってんのかな？なんか、アブラムシから蜜もらえると思ってんのかな？これ。全く攻撃しないんだけど。え、どういうこと？なんで？いつもだったらミルワームとかさ、コオロギ入れた瞬間にもう、喜んで来て運んでいくんだよね、この中に。で、今回雪虫は攻撃されず、アリが攻撃されてなぜか殺されるって意味の分かんない展開で、どういうこと、仲間だと思ってんのかな、アブラムシ。だからさ、一応仲間だから、蜜もらえると思ってんのかな。一匹若い減ったんだけど、貴重な。どういうこと、意味分かんねえ。いや、なんか分かる人いたら、ぜひこれ教えてほしい、この行動の。調べても分かんなかった。で、でもまあ、共食いの可能性、いや、でも共食いじゃないと思うな。肉餌もたくさんあげてて、三井さんもあげてて。今、なんで攻撃したんだ、あいつは。あいつどこ行った、張本人。あの野郎。あいつどこ行った、マジ。あいつムカつくわ、マジ。何やってんの、あいつ、マジで。いやー、ちょっと待ってくれって。幼虫たち大丈夫かな、こんなにいるけど、まだ。サナギはないよね、全部幼虫だよね、これね、これ全部幼虫だと、プリプリしてる幼虫で可愛いだけど、クワ、あ、ほらやられちゃってる、もうほら、かわいそうに自分の兄弟に殺されるなんて、何が起きたんだ、なんでいけない殺し始めたの、意味がわかんない、ちょっとアリの図鑑もう一回読んでみろ。ということで、
今回雪虫を食わせてみたっていう、食わせてみるっていう動画にしようと思ったんだけど、ちょっととんでもない動画になってしまった。雪虫を食わせて、雪虫が一切で、ごめん雪虫、犬死にになるかも。まあメダカとか魚も食うし、亀も食うだろうし、まあ無駄にはならないと思うけどさ、なんかショックだった。アリが食ってるとこ見たかったんだけど、もうこいつも瀕死になってきたな。アリにやられたのかな。やっぱアブラムシだから手出さないのかな。もしかしたら死んだら食うかもしれないから、ちょっとこのまま様子見てみようかな。もうすぐ息絶えると思うし、よくわからない。もともと1週間ぐらいしか生きないはずなんだよ、確か。雪虫ちゃんって。すぐ死んじゃうんだよね。かわいそうだけど。アリの餌になってほしかったんだよな。でも、アリが食わなかった。いや、意味わかんねえ。なんかすげえ怖くなってきたわ。ちょ、もう一回調べてみるわ。これどういうことなのかっていうね。謎すぎる、この。いや、雪虫ちゃん。お前、なんで食われないんだ。仲間なのか、アリと。あ、キャキャキャ、最後に。でもなんか、ちょっと調べてたらさ、アブラムシ、この雪虫の赤ちゃんがね、アリの巣に連れて行かれて、そっから自分でみたいな感じのちょっと記事あったんだよね。だから本当に仲間なのかもしれない。ちょっと知らんかったけど。ちなみに害虫って書いてあった。雪虫。すげえショックだった。雪虫って害虫なの？まあ、確かにチャリ乗ってたらめっちゃ入ってくるけど、目やら鼻やら口やらに入ってくるけど、害虫だったんだな。知らなかった。害虫なの知らなかった。普通にこの時期にめっちゃ飛んでるね、まあ、綺麗な可愛い虫かなっていう風にしか思ってなかったけど、めちゃくちゃいるか、ほんとこれ。鼻の中に入ってきて、絶対何匹か飲んじゃうよね。あるある、雪虫飲んじゃうあるある。いやー、なんかショックだな。なんかすげーショッキングな場面見たわ。いやー、なんでこんなことになったんだ。すげえ、まあ、次回ちょっと連結しようかな。連結して、アリさんがね、こっち側に行ってくれるの。で、横に餌番をつけてね。とりあえず、この黒大アリじゃのさ、それで完成かな。しばらくはね、また増えてきたら、連結しようと思うけど。でもなんか、不安なんだけど、どんどんこれ、殺し合い始まったらどうしよう。